中学校から始めたんですけど、友達の誘いで始めました。5年生、6年生の頃に体作りのためにボクシングジムでトレーニングをしてました。岩田第一中学校の野球部です。自分の同級生が5人しかいなかったんですけど、全員仲良く楽しくやれたのは中学の先輩が西高にいて、自分も高校野球はやろうと思ってたんですけど、どこ行くか迷っている時にその先輩から西高いいよっていうふうに声かけていただいたので選びました。挨拶とか礼儀がしっかりしてて、社会人になっても大切なマナーとかを大切にしているチームだったので、そういうところがすごく印象的でした。1年生の時に夏の大会でベンチ入りさせてもらったんですけど、吹奏楽部とか応援がある状態での大会だったので、そういう中でプレーする緊張感だったりとか、高校野球ならではのその応援がある楽しさとかを印象的でした。根性がついたこと、あまり弱音を吐かなくなったことです。3年間自分たちがやってきたことを間違ってないので、必ず大会ではいい結果を残して最後に笑って終われるようにしたいです。ベスト8です。明るい雰囲気でできるので、辛い時でも下がることなく全員で盛り上げてやっていけるのは今年のチームのいいところだと思います。好きです。